千葉大学の川上英良です。ちょっと未来のことをお話しします。まずですね、今までの医学っていうのはどうしても疾患が起こってから薬であるとか手術であるとか、まあ、そういうようなものを使って、治すと。でつまり疾患が起こるまではもうどうしようもないというので、今回この目標2というのの一番の野心的な取り組みというのは数理モデルであるとか、まあ、機械学習といったような、まあ、数理的な手法を使って、まあ、その起こる前にそれを予測未然に食い止めるにはどうしたらいいのかということを考えていくと。まあ、数理と、まあ、医学を、まあ、融合しながら、まあ、社会自体を変えていくっていうところに私自身はすごい強いまあ、モチベーションを持っています。やはりかなり申請書書くのが大変ではあって、でやっぱりそのまずビジョンを明確にしなきゃいけないと。でしかもそこから逆算してた時に何年までに何をやらなきゃいけないっていうようなことをこう提案していかなければいけないっていうところは大変ではあったんですけども、まあ、ムーンショットってまさにそういうことで、まあ、2050年の世界を社会を想像して今何をやらなきゃいけないのかっていうのが結構明確になってきた。予測予防だとどうしてもなんか予測だけしてしまうと、だから結局だからその重篤な病気になりますっていうふうにだけ言われても、その後の対処法がなくてそれだけ言われるとなんか不利益にしかならないみたいなことがやっぱりあるので、やっぱりそこにどう介入をしていくのか。でそれをですねやっぱり考えていくときに、ただ単純に機械学習AI とかで原理が分からずに予測だけしてもそこが介入ができないっていう問題があります。でそれがまあ目標2のテーマの一つであるネットワークっていう、まあ、中で何が起きているのかっていうのをちゃんと解明をしていきながら、まあ、それに対して適切な介入ができるようにする、つまり予防の具体的 なんかアクションが取れるようにするということが一つ重要なテーマなんじゃないかなというふうに考えています。いろんなところにネットワークっていうのがあって、例えば細胞内にも分子のネットワークがありますし、あとは細胞と細胞の間、あとは組織と組織の間にも、まあ、様々なサイトカインといったような物質を通してですね、インタラクションで相互作用があるんですね。でそれをネットワークとして捉えてですね、そのネットワークのどの部分に介入をすると、予防ができるのか、あとは、まあ、早期発見に関しても、まあ、そのどういうふうな部分に着目をすると、まあ、その早期の発見につながるのかということを今私たちは研究を行っています。今までの診断ってどのようにできてきたかっていうと、まあ、お医者さんが診察をします。で診察をしていろんな所見であるとか検査データとかを見て、まあ、それをお医者さんが、まあ、経験的にグルーピングをしてきたというのが基本的な診断の出来方なんですね。がんであるとか、まあ、アトピー性皮膚炎みたいな炎症の疾患であるとか、まあ、いろんな疾患があるんですけども、その一つの名前がついていてもその中には実は全然違う病態の人が含まれてたりするんですね。まあ、そういうところをですねもう一度データに基づいて捉え直していこうというのが私の研究の一つの方向性です。2019年に発表した研究なんですけれども、これ最初にですね良性腫瘍なのか悪性腫瘍なのかということを分けるということを教師あり学習という、まあ、いわゆる正解を教えてやるという学習でやりました。でそれはとてもうまくいったんですね。まあ、95% を超える精度で、まあ、そのなんていうかどちらなのかということが判別できるということが分かったんです。でこれをですね次に早期がんか進行がんかということを予測しようとするとですね途端に精度が下がってしまう。ただそこでちょっと視点を変えて、早期がんや進行がんって今までそういう名前がついているけど、実はそれだけじゃなくって、その中には実はなんかいろんなタイプの人がいるんじゃないかというふうなこと仮説をちょっと立てました。でそれを見つけるためにあえて正解を教えないという教師なし学習というやり方をやることで、早期がんの中には進行がんと似てるタイプの人と良性腫瘍と似てるタイプの人がいるということを明らかにしました。データからもう一回見直してやることで、まあ、今まで人間が気がついてなかったようなお医者さんとかですらあまり気がついてなかったようなことを見つけることができるというのが一つの、まあ、こういうデータ駆動型と言われるようなアプローチの強みだというふうに考えています。まあ、こういうグループの下にはこういう検査をやれば例えば糖尿病の前兆が分かりますとっていうようなグループごとにですねやる検査を変えていくっていうことも一つ重要なんじゃないかなというふうに考えています。
人間でも認識が難しいようなパターンを見つけるっていうのは、まあ、AI が得意なところだと思っています。ただですね、原理を説明するっていうのは今の AI にはほぼできないことなんですね。例えばなんでこういうふうな人は発症のリスクが高いのかって言ったことはですね、これ AI 自体には説明ができないので、それは何らかの形で私たちが説明を与えていかなきゃいけないんですね。でその時に数理モデルって、これ数理モデルと AI って結構混同されることが多いんですけども、数理モデルっていうのはあくまでも原理に基づいて、私たちが作ったモデルなんですね。で AI っていうのはもう完全にデータから、データを与えることで、その原理はわからないんだけれども何らかの予測であるとか判別をやってくれるものというふうに整理できます。でその AI と数理モデルを、うまく組み合わせることで、AI で、ある程度予測はしつつも、それを予防するためにはどのあたりにこう介入をすればいいのかということを数理モデルなどを使って、シミュレーションをするであるとか、いかにその個人ごと、患者さんごとに、介入のポイントを見つけて、適切に介入をしていくかっていうのも非常に大きなチャレンジなんじゃないかなと思っております。このムーンショットプロジェクトの中でも実験の人、あとは臨床の人、いろんな人と話をして、そういうふうなところが課題抽出をして、それを具体的な解析であるとか実験とかに落とし込んでいくっていうプロセスが必要になってくるんですね。でその時にまず医学的な課題とかも把握できないといけないので、やはりそこは医学部を出ているということがとても重要だというふうに考えていますし、それをですね数理モデルであるとか機械学習とかの課題に落とし込むっていうところは、やはりこれもそちら側の言語であるとか考え方が分かっていないと、それの両方が分かっているっていう部分はかなり研究者としての強みなんじゃないかなというふうに考えております。実際に、病気になってみないとその予防の大切さってなかなかわからないんですよね。まだ何も起こってないから大丈夫だろうっていうふうに考えてしまう。でそのあたりもやはりですね、予防っていうのが当たり前のように社会の中で、なんていうか認知されて、でそれを、みんながこうすごく努力するとかなんかすごい苦労してやるんじゃなくって、日常生活の中にもう当たり前のように組み込まれている社会っていうのが、これが私が目指す理想だというふうに考えてます。当たり前のようにできる社会っていうのをやっぱり作っていかないと、どれだけ素晴らしい予測のアルゴリズムであるとか予防法みたいなのができたとしても、みんなそれやってくれないとしょうがないので、それをやっぱり作っていく必要はあるんじゃないかなというふうに考えます。